大関2人が一番番付上という中で貴景勝初日白星、朝乃山は初日敗れて黒星という中で2日目を迎えています。阿武咲に琴恵光が土俵に上がっています。佐大さん、はい、2連勝の千代大龍ですが、はい、やはり圧力について、本人もちょっと反省といいますか、はい、やっぱり一発で持っていきたいと、うん、叩いているようじゃダメですと、体を落としたことは関係ありますかという質問には、いやそれは関係ないと思いますけれどもという話でしたね、はい、うん、やはりではその本来の圧力というのは白縫さんの話していた通り少し本人も納得はしていない模様です。その向こう上面の白縫さんの部屋の阿武咲が上がっていますが、白縫さん、はい、初日いい内容でしたね。そうですね、しっかり当たってですね、ね、相手の体もしっかり起こせて、まあ、いい立ち合いができてよかったと思います。今日の相手は琴恵光戦ですが、攻め込んで土俵際で逆転で負ける相撲も何番かあるんですね、うん、そうですね、でも、まあ、琴恵光は立ち合いしっかり起こしていかないと、まあ、しぶとい相撲を取られると思うんで、まあ、立ち合い大事ですね。琴恵光は初日千代大龍に叩き込みで敗れています。木村元基が合わせます。踏み込んだ、はたいた、はたき込み、阿武咲の勝ち、2戦2勝です。ちょっと琴恵光立ち遅れたでしょうか。阿武咲、琴恵光は初日京都、初日千代大龍、阿武咲のあたりを受けてしまいました。はたき込みで阿武咲の勝ち。向正面部屋の白縫さんですが、白縫さん、はい、今日は立ち合いも先手を取ってという相撲だったでしょうかね。そうですね、しっかり左の脇も締めてですね、相手の差し手も警戒してましたし、はい、立ち合いしっかり踏み込めてたので良かったと思います。先場所は初日から13連敗もありましたが、はい、本人は一からまた体を作ってきたという話をしていました、うん、そうですね、稽古場でも、